はい、どうもこんにちは、渡辺です。いや、またですね、すごいノート PC が出てしまいました。今回レビューしていくのはこちらになるんですけども、 ASUS の ZenBook S13 OLED というモデルになっております。今回こちらをレビューしていくんですけども、これね、この外箱を持った時点でまず感じたのがめっちゃ軽いっていうところです。もう箱の時点でこの軽さだったら本体どうなっちゃうのっていうくらい軽かったですね。で、あと箱から取り出してこれ持った瞬間にびっくりしたのはこの薄さですね。めちゃめちゃ薄いです。薄くて軽いっていうのがまず最初にね、一番感じたところですね。今回もちろんこちらですね、薄くて軽いだけじゃなくて性能面もパワフルなものになってますので、まあ、実際どのぐらい使えるのかというところも踏まえてレビューしていきたいと思います。では行きましょう。まずこちらのスペックからお伝えしていくんですけども、まずこちらですね、 AMD の最新世代の CPU の AMD Ryzen 7 6800U プロセッサーが搭載されています。で、まあ、非常にこれ薄型のモバイルノートでありながら、まあ、高い処理性能とかが求められるようなこのクリエイティブな作業とかそういった時でもですね、まあ、しっかりと対応できるスペックがまず入っているということです。で、このプロセッサーはですね、このメディアとかですね、エンターテインメントとかこの 3D のレンダリングとかゲーミングとかですね、そういった時にも、まあ、パフォーマンスを発揮するようなプロセッサーになっているということです。で、その他こちら 16GB の RAM が入っているっていうところと、1TB の SSD が入っております。まあ、後ほどね、動画編集してみたりとか、まあ、ゲームどのぐらいできるのかっていう性能とかもチェックしていきます。ではちょっとボディの方をですね、見ていこうと思うんですけども、まずこちらのディスプレイから見ていきましょう。はい、ということで、まあちょっとこの画面でもね、伝わると思いますが、このディスプレイですね、めちゃくちゃ綺麗です。アスペクト比が16対10の 13.3 型の 2.8K 2880×1800 っていう解像度を持つ有機 EL のディスプレイとなっております。なので、まあやっぱりこの OLED ってね、書いてあるこの丸のこの黒いところとかの発色、すごく真っ黒です。なので、まあ、すごくやっぱりね、出てくる、まあ、映像とか、この画像とかですね、見ていくときに、まあ、パキッとしてます。解像感も高いし、この色味もね、かなりくっきりしているので、まあ、画像を見るとか、写真を見るとか、動画を見るとかね、そういった、まあ、コンテンツを楽しむっていうときにも、この非常にね、楽しみやすい、このディスプレイになっていると思います。ちなみにこちらのですね、色味なんですが、このウェブ標準の sRGB を超える、まあ、広大な色域を持つ、デジタルシネマ規格の DCI-P3 を 100% カバーしているディスプレイとなっております。で、さらにですね、この明暗の大きいコンテンツとかをですね、解像豊かにこの表現することができる HDR にも対応してます。で、まあ、このディスプレイですね、画面占有率ですね、こちらは約 89% となってますので、まあ、かなりですね、ベゼルレスなディスプレイになっています。はい、こちらのですね、ボディなんですけども、これね、すごい可愛い、これホワイトのね、カラーになってますけども、なんとこちらですね、このアルミニウムとマグネシウム合金を採用していて、まあ、堅牢性にも優れているというのが特徴です。ちょっと最初にね、驚いたっていうふうにお話ししたような、この、まず薄さなんですけども、なんとこちら 14.9mm っていう薄さになってます。非常に薄い。で、重量はですね、本体約 1.1kg となってます。めちゃくちゃ軽いです。本当ね、これだったらもうタブレットとかを持ってくのと変わんないぐらいですね、まあ軽いんですよ。タブレットにキーボードをつけるともうこれ以上いっちゃうんじゃないかっていうものも結構多いんですけど、まあこれ、まあ一体型の Windows のノート PC なので、まあこれで全部完結できるんですけども、1.1kg です。これは本当に軽いので、もう持ったらですね、ちょっとびっくりすると思います。バックパックとかに入れて持ち運んでですね、まあ行って、まあ移動したりとかね、しても、まあ負担が限りなく少ないんじゃないかなと思います。で、あとちなみにですね、付属の AC アダプターがあるんですけども、サイズ感これです。めちゃくちゃコンパクトな AC アダプターになっております。まあちょっとパソコンとね、並べてみると伝わるかな。まあこのぐらいのサイズ感です。まあ、すごいコンパクトなんですけど、こちらですね、65W の出力に対応してます。まあ、これでノート PC をまあ最大速度で充電できます。で、こちらですね、USB-C をね、接続するタイプになってますので、まあ、ここにこう、接続して、もう片方をパソコンに接続していけば充電できます。65W の充電器ということですね。で、まあ、付属の充電器が 65W の、ね、USB-C ってことは、もちろんですね、外部のね、65W の充電器とか、手持ちの充電器で使うこともできますので、まあ、その辺はね、汎用性が高いので、やっぱり AC アダプターっていうよりも、USB-C で充電ができるっていうのがね、嬉しいですよね。ちなみにこちらのですね、まあ、充電器の重量はですね、約 102g となってますので、これ自体もめっちゃ軽いです。で、あとですね、こちらバッテリー持ちなんです
ですけど、最大で約 14.1 時間のバッテリー持ちになってます。まあ、もちろん使用状況とかこのディスプレイの明るさとかですね、まあそういったものにもよるんですけども、最大で 14.1 時間となりますので、まあ普通にね、事務作業とかテキストワークとかで使っている分には、かなりバッテリー持ちが長いです。で、こんだけ 14.1 時間で最大行くっていうことは、やっぱり1日ね、外に持ち運んで外出先で仕事をしたりとかするときに、まあ、例えばカフェに行って電源ないところで作業するってなっても十分ね、安心して作業できるぐらいのバッテリー持ちがあるっていうところですね。なんでこのあたりがね、特に強いところかなと思います。まあモバイル性がすごい高いっていうところです。ちなみにですね、こちらのディスプレイなんですけども、まあこう開いていってですね、どこまで行くのかっていうと、ここまで行きます。180度ですね、こう行くので、まあここまで行けるっていうのがね、結構面白いですよね。まあ逆パカはいけないです。360度はいけないですけども、まあかなり開くことができるディスプレイになってます。なので角度の調整とかはしやすいです。ちなみにこのキーボードの角度もやっぱり Asus らしくですね、こう開いていくとちょっとキーボードがこう持ち上がるような仕組みが搭載されています。はい、ではですね、続いて処理性能ですね、どのぐらいのパワーがあるのかチェックしてみました。まずは 3D マークの方でベンチマークを測ってみて、タイムスパイのスコアをですねチェックしてみたんですけども、結果としてはですね、こんな感じで、まあ、2392っていうスコアになりました。で、まあ、このスコアはどうなのかっていうと、まあ、ゲーミングノート PC とかと比べると、まあ、やっぱりね、どうしてもスコアはちょっと落ちるんですけども、これまあゲーミングじゃないんですよ。まあ、内蔵 GPU のね、モバイルノート PC なので、まあそれでこんだけのスコアが出てるっていうのは結構驚きました。で、まあどのぐらいのゲームができるかっていうと、バトルフィールド5っていうゲームで、1080p のウルトラ設定で 40fps 出るぐらいの、まあ、性能がありますので、まあ、そこそこゲームできるっていうぐらいの性能があります。なので少し負荷を落とした設定とかにしてあげれば、まあ、十分ゲームもできるぐらいの性能があるよということです。この軽さでそれを実現しているのがまずすごいところです。で、続いて 4K の動画編集を試しました。で、今回も 4K60fps のですね、まあ、H265 っていう結構負荷のかかる素材を使って、動画編集ね、プレミアプロで試してみたんですけども、まあ、どのぐらいできるかというとですね、まあ、普通の速度で編集していく分には、まあ、つまずくことなくカットしていくことができるぐらいの性能があります。で、倍速にして編集しようとすると、たまにちょっとカクつくことがあるので、まあその場合は、まあ、プロキシとかを使って編集の負担を軽くして使っていく必要があるかなっていうぐらいの、まあ、性能になってます。で、書き出しの時間ですね、10分の素材です。で、これを書き出すのにかかった時間は、約16分という結果になりました。で、この速度に関しては、まあ、まあ、決してですね、まあ、ものすごい速いよねっていう結果ではないですね。まあ、必要があればね、動画編集で使って4K の動画をね、書き出したりとか、まあ、そういったことも、まあ、可能なスペックではあるかなと思います。まあ、これもやっぱりですね、最新のね、GPU が入っているような、まあ、ゲーミングノート PC とかと比べると、まあ、書き出し時間はね、どうしても遅くはなりますけども、内蔵 GPU のこの薄型軽量なモバイルノート PC で、まあ、ここまでできるのかっていうところが、まあ、ポイントかなと思います。で、正直ですね、この Windows のノート PC ですね、何年もレビューしてきています。で、まあ、それこそ2、3年前とかにレビューをしたような外部の GPU が入ってるようなこのゲーミングノート PC とかと比べると、まあ、その当時の PC とかもですね、4K60fps って結構厳しかったんですよ。で、まあ、それが、まあ、一応倍速じゃなければ編集できるぐらいに、なってるっていうところで、まあ、本当に時代のね、流れを感じますよね。なので、まあ、動画編集に最適なモデルっていうわけじゃないですけども、まあ、しっかりとね、編集できるぐらいの性能はあると思います。では続いてですね、ちょっと使い勝手のところですね、見ていきたいと思いますが、ちょっとこちら閉じていきまして。はい、まずですね、こちら左側にはですね、USB-C のポートが1つついております。で、反対側ですね、こちらにもですね、USB-C がね、2つついてます。で、あとは、オーディオ端子が1つついてるというところで、まずこちらですね、USB3.2Gen2 の Type-C ポートが3機ついております。で、それぞれのポートから、この外部ディスプレイにですね、接続することができます。で、びっくりなのは、このノート PC って、この外部モニター、外部ディスプレイの接続台数に、まあ、限りがあるっていうパターンが結構多いですけども、こちらはですね、なんと、この本体のディスプレイも、含めてですね、最大4台のマルチディスプレイが可能になるということでございます。だからまあ外出先とかでは本当にこれ単体で仕事をして帰ってきてケーブルをつなげて、3つのね、ディスプレイを、並べて本体も含めた4つのね、ディスプレイで、まあ、作業をするなんていうことが
できるということです。だからまあノート PC を元にしてこのマルチディスプレイの環境を作っていきたいよっていう方に、まあかなりねメリットのある PC かなと思います。はい、じゃあ続いてちょっとキーボード周り見ていきたいと思います。こちらですね、まず ASUS のエルゴセンスキーボードというキーボードが搭載されてまして、 13.3 型っていうまあ小型のモバイルノート PC なんですけども、このフルサイズのキーボードになってますというところがまずポイントで、キーピッチもしっかりとね 19mm 確保されてますので、タイピングがそもそもしやすいです。うん、かなりタイピングね自然にできます。キートップの中央がですね約 0.2mm ですねへこませてあるので、まあキーの中央にですねこう指を置いた時に、まあ、自然にですね指を置くことができるので、まあこの辺もタイピングがしやすい理由になっています。キーボードのバックライトも搭載されてますので、はいはいはい、これ最大ですね、最大こんな感じで光らせて使うこともできます。あと電源ボタンこちらについてるんですけども、この電源ボタンは指紋認証のセンサーがついてますので、まあ、こちらで、登録してある指紋を使って、まあ、ロックを解除して使うことができます。であとね地味に嬉しいのがこちらですね、タッチパッドになるんですけども、こここのサイズの PC としてはもう限界付近までこれ大きくなってます。このタッチパッドを使って操作していくのが非常にやりやすいですし、この指の滑りもねサラサラしていて滑りやすいので、まあ、外出先でマウスなしでね簡易的にこう作業するっていう時も、まあ、使いやすいタッチパッドになってます。まあ、こんな感じでジェスチャーで操作するっていうのはもちろん可能になってます。であとね、スピーカー性能もチェックしてみました。どのぐらいの音が鳴るのかまず聞いてみてください。こんな感じです。まあ、こんな感じでね、音楽を聴いたりとか、まあ、動画を見たりすることができます。ちなみにドルビーアトモスにも対応しているようです。で、あとはですね、こちらですね、カメラがついてますので、ウェブカメラとして使った時のカメラの画質とマイクの品質をチェックしてみてください。一応こんな感じになります。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはですね、ASUS の ZenBook S のカメラとマイクで、映像を収録しております。1080p の 30fps まで撮れますので、まあ、こんな感じで一応カメラで、録画することもできます。まあ、一応この画質でウェブ会議をしたりとか、まあ、リモートワークで使ったりとか、することができるということですね。参考にしてみてください。はい、ということで今回ですね、ASUS の ZenBook S13 OLED ですね、こちらをレビューしてみたんですけども、まとめていきますとですね、もう一番のメリットはこの薄さと軽さにあります。本当にこれめちゃくちゃ軽いので、ちょっと持っただけでテンション上がっちゃうぐらい、まあ、すっごい軽いです。だからまあちょっと持ち運んで、ね、作業したりとか、まあ、したくなるなっていうぐらいのモバイルノート PC になっております。まあ、デザインもスタイリッシュですし、肝心なこのディスプレイも非常に綺麗なこの有機 EL のディスプレイになってますので、まあ、モバイルノート PC としてですね、万能に使いやすいんじゃないかなと思います。で、あとはまあちょっと特徴的なのは、外部ディスプレイね、最大まあ3台追加してですね、このディスプレイも含めて4台で使えたりするので、この辺の拡張性も高いかなと思います。まあ、気になるところとしては特にはないんですけども、まあ、例えばこれに SD カードスロットもあったらね、もうちょい嬉しかったかなとか、そのぐらいかなと思います。まあ、万能に使いやすいこのモバイルノート PCですね。まあ、特に薄くて軽くて持ち運びに適していて、バッテリー持ちも長い Windows のね、ノート PC を探しているって方ね、こちらチェックしてみるといいと思います。ということで、今日はこんな感じで以上になります。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。